アンドリュー・デムコの AD20.5 が家に届いたので開封してみたいと思います。シャークロックテクノロジー。おお、ケース入りです。ベロクロワッペン。ケースを開けるとクリーニングクロス、左利き用のポケットクリップだと思います。意外と薄い。そしてシャークロックはこんな感じです。サムスタッドオープン、スパイディフリップ。スパイディフリップがやりやすそうです。もう持った感じが薄いです。とても薄い、 9.5 ミリほどです。コールドスティールのエアライトだと 8.5 なので1ミリの差です。だいぶ薄い。コールドスティールのエアライトでもだいぶ薄いんですが、それと同じぐらいです。そしてライナー付き、一般的な厚みだとウィーのバンター、こちらだと 11.4、11.5 ほど。やっぱり薄いです。そしてブレード形状はシープフットのセレーションです。少し激しめのジンピングです。ブレードの長さは3インチぐらい、3インチもないぐらいです。ブレードの厚みは 2.9 センチで測ってみますと、ブレードの長さが7センチぐらいです。全長で19。重さを測ってみますと、ちょうど 100g。 コールドスチールのエアライト担当が 89g、 そしてウィーのバンターが 80g。ステンレスのライナーが入っているので若干重いです。これが AD15 だと 186g。 サイズ感といい、薄さといい、重さといい、やっぱりいい感じです。若干まだシャークロックに慣れてないんですが、使いやすそうなナイフです。今回はアンドリュー・デムコの AD20.5 を紹介しました。